韓国代表、クリンスマン監督を解任。韓国サッカー協会 KFA は16日、韓国代表のユルゲン・クリンスマン監督を解任した。後任については未定で早急に着手する。と述べている。クリンスマン氏は現在59歳。現役時代はブンデス得点王に輝き、ドイツ代表としてはワールドカップとユーロを制している。引退後、2004年にドイツ代表監督に就任。その後バイエルン、アメリカ代表、ヘルタベルリンを指揮、2023年2月から韓国代表を率いていた。しかし、監督就任以降5試合未勝利に陥るなど、早い段階からその手腕に懐疑的な見方が寄せられると、今年開催されたアジア杯では4強入りを果たしたものの、終始低調な試合内容や、選手間の衝突を避けられなかったことが拍車となり、解任論が過熱していた。結局、15日にはソウル市内で開かれた KFA の協会委員会にて更迭の判断が下された。KFA のチョンモンル会長は解任発表の際今回のアジアカップで期待に応えられず、多くの国民とサッカーファンを失望させて申し訳ない。と謝罪。代表チームの運営と管理能力、勤務態度などで我々が期待したリーダーシップを見せることができなかった。監督としての能力や態度が国民の期待に及ばず、改善の余地もない。と、クリンスマン監督を解任した理由を語った。なお、クリンスマン氏の韓国代表監督としての成績は、17試合で9勝5分3敗となっている。ギャラが高かったのかな。成績より、考え方の違いで揉めたんだろう。日本に来てほしいな。決め打ちの森保も大概だが、こいつ森保以上に戦術ないだろ。ドイツワールドカップで地元で負けた時はヘラヘラしてなかったからな。やっぱアジアなんか舐めてんだろうな。アジアカップ、日本も最後のホースキャンダルでドタバタだっただろうけど、韓国も最後裏ではとんでもないことが起こってたんだな。旧世代軍と新世代軍が衝突してエースが負傷するって前代未聞の出来事が。最後の行だけ読むとプロレスかと思ったわ。ソニーとイガンインが喧嘩するなどチームがバラバラだった。韓国特有の結束力がなかったのはクリンスマンのせいだな。韓国人ってもともと結束力ないんだよ。世界各地にある韓国人コミュニティでも非常に仲が悪い。だから結束するために国の外に悪者を作る必要がある。まあそれについては日本人には説明はいらないだろう。ジーコジャパンが本番直前に開催国ドイツとテストマッチやって引き分けたじゃん。あの時のドイツの監督がクリンスマン。ドイツはハードな練習の期間が終わったばかりで疲れのピークだったとか。クリンスマンは、そんな時期に本当は日本みたいなチームとは試合したくなかったんだ、と試合後言ってたな。アメリカワールドカップの時のダイビングヘッドは見事だった。ボリビア戦だっけ。わざとトラップ浮かせて回転してボレーがすごかったわ。日本より勝ち進んだのに草。ヨルダン戦とか前に試合の延長疲れで万全な状態で戦えなかったのもあるだろうしかわいそうだろ。イガンインとソンフンミンの卓球事件でチームがバラバラだったんだな。違約金10億とか聞いたけど、それでも解約とかよっぽどだな。だが、ワールドカップまであと2年だから切るなら今しかないな。ベスト4のノルマ達成してるから違約金10億かかるって話やなかった？日本もそれくらい出せたら外人監督引っ張ってこれるのに。なんかさ、あちこちで監督やってきたみたいだけど監督としては無能じゃない？一昔前のドイツ大改革の一員としては成功したから、無能というか時代遅れの指導者やな。無能ってほどではない。良くも悪くも選手の能力通りの結果しか出ない監督。アメリカではいなくてもよかった監督。と言われてる。日本も大概だが、韓国もアジアカップは悲惨だったからな。まともに勝ったのがバーレーン戦のみという。てかナイフンは監督関係ないだろと。フンミンが結束高めようとみんなで食事してる横で、イガンインら数名の若手がラーラー騒ぎながら卓球やってたからとっくみ合いになって、ベテラン勢がクリンスマンにガンイン外せと直訴したが、クリンスマンは外さなかった。アジアカップ敗退後、フンミンが代表に自分の居場所があるか考えたいとか言って代表引退を示唆してたし、
監督更迭と関係ないとは言えないかもな。イガンインはクラブでも喧嘩ばかりして孤立気味だから、子供っぽくて自己中のわがままという説が多いな。そんな奴と仲良くしてた久保は、こっちが思ってる以上に人当たりと面倒見がいいんだろうなと思う。いつものクリンスマンだったろ。これで悪いなら選んだ方が悪い。クリンスマンが就任しても韓国に住まず、アメリカでオンラインでやり取りしてたってな。代表の時だけ内外合流してて試合後に相手スターに、息子にサインを書いてくれなんて発言するからそりゃ韓国内で爆発するわ。イラクとイランに負けた森保よりいい監督なのでは？立ち上がりからアホみたいに人数をかけて総攻撃を仕掛けるだけだぞ。それでもろにカウンターを食らって失点して後半にようやく修正、までが、毎試合のお約束の展開だったのが韓国のアジア杯。韓国に口でクリンスマン持ち上げてるんだろうが控えめに言っても無能だよ。戦術もなくやるのはフィジカルトレのみ。ずっとそう高い置物。でも今の韓国ってフィジカル強くなくね。クリンスマンは日本より上の成績のベスト4だから解任されないという観測だったけど、当初より問題となってたアメリカ居住問題が尾を引いてたぽいな。1年の大半がアメリカ居住だから年俸の韓国への納税が一部で済んでしまうという問題でかなり叩かれてたとこにソンとイガンインの内紛の責任まで問われた形に。戦術なしの選手任せはドイツ代表監督の時からそうだからな。そんなんだからどこへ行っても選手が内紛を起こす。早すぎる。まだ韓国選手の特徴掴んだ段階やろ。これからや。さらにドイツのレジェンドということで、韓国の将来性あるのはブンデス移籍できるチャンスなのに。確かにレジェンドだがクリンスマンはドイツ国内で評判良くないよな。親善試合とかわからないけど、アジアカップ GL3 戦目のマレーシア戦のスタメンは本当に謎起用だと思ったわ。マレーシア戦を前に韓国は GL 突破は確定してたのに主力選手を休ませなかった。本来解雇する必要はなかったと思う。でも今までもカリフォルニアの自宅に住み続け、ほぼ韓国にいなかったからその不満への積み重ねで、アジア杯一発解任されたんだろうと思うよ。リモート大好きクリンスマンは韓国代表監督就任から韓国にはほとんど来ず、自宅のあるアメリカ、妻がアメリカ人、からリモートで、韓国サッカー協会と連絡を取り合う日々で、批判を浴びてた。まあアジア杯で負けたから解雇というより、どんなにきつく注意してもアメリカについて訪韓しないのが解雇理由だろうね。普通に論外だよ。それもあるだろうね。韓国に滞在する条件があったと聞くし、それでも韓国にとどまらずチームは内紛では求心力ないだろう。そんな悪い成績？内容が良くなかったのかな。サウジと劣化オージーに勝ったけど負け試合はまあひどくはあった。ヨルダンにはめられてなすすべなく敗退。解任論が出るまではわかる。憤民を中心にテーブルで真剣にミーティングしてるすぐ横でイガンインたちがキャッキャと温泉卓球してるの想像すると笑うな。イガンインは飛び級でアンダーに呼ばれた時も不遜な態度で貧粛を買っていたと噂されていて今回の件であれは本当だったんだと思った。また韓国は儒教だけでなく軍隊経験もある人が多く戦う組織で年下がキャプテンを殴るというのはありえないという認識だ。逆にイガンインの親友とされている久保君は海外で育っているのにここぞという時は先輩を立てたりできる不思議な存在。頼むから次の監督もイガンイン使ってくれ。これだけで韓国弱くなるから。次の大きな大会って五輪だからな。イガンインがいなければ韓国が勝ち進むことは相当困難。損得で動く韓国は何かしら理由をつけて使うと思うよ。そして活躍でもすれば A 代表に戻そうっていう流れになるだろう。もっとも憤民はイガンインと同じ年の頃にチームメイトと掴み合いの喧嘩したり、レバークーゼン時代は遺跡でダダこねてもう二度とここに来るなって言われたくらいのやつだし、成績で解任ってより、ソン・フンミンとイガンインの喧嘩でソンが怪我したことへの責任を押し付けられて解任って感じじゃね。もともと人気ない監督だしちょうど良かった感じか。負けた理由も適当で喧嘩の件も話さないままさっさと自宅のアメリカに帰ってるからな。舐めてるのは間違いない。大会中にイガンインが卓球しよって若手誘ってたのをソン・フンミンが咎めて喧嘩になったのを、リークしたのがクリンスマンと言われてたな。
イガンインが代表で覚醒してクリンスマンの首を繋いだってところもあるな。だからイガンインには頭が上がらないし、不仲だったフンミンとミンジェが共闘してイガンインを試合に出さないでくれって、談判したのにイガンイン可愛さで拒否したりとか。卓球仲間が及んだって言うんだろう。日本で言えば久保と堂安が飯を食ってそそくさと卓球始めて、まだ遠藤とか富安とかが飯食ってる時に大声出して騒いでるのに、イラッときた遠藤がうるさいって注意しに行ったら、くんさんと遠藤が掴み合いの喧嘩になって、後日遠藤と富安が森安に久保を出さないでくれって談判に行ったって話。孫が最初に胸ぐら掴んだのはどこのニュースも共通してるし、イガンイン側は殴りかかっただの態度が悪かっただのメディアによって差があり、掴み合いの喧嘩っていうのとは状況違うと思うけどな。イガンインの方は殴りかかったって報道を否定してるし、孫側からのリークの、イガンインを事実より悪者に仕立てた可能性もあると思う。フンミンは実際に脱臼してるんだから、怪我した方が圧倒的優位なのは確かだな。解任の理由としてサッカー協会は、国際試合における戦術的な能力不足、新しい選手を発掘しようとする意思が感じられない、アジアカップにおける内部での選手同士の葛藤を把握できなかった点、チームの規律を指導できていない点、任期中をほとんどアメリカの自宅で過ごすなど韓国滞在時間が少なかった勤務態度、相手の未来のキャリアも考えずにボロクソに言うねえ、違約金払わされる悔しさで感情的に罵ってるんだろうけど、韓国側から頼みに行ったことなのに、自分の期待に応えてくれなかったら平気で裏切るんだよな。こういう態度だからこそいい外国の監督などが来なくなる。任期中をほとんどアメリカの自宅で過ごすなど韓国滞在時間が少なかった勤務態度、これって最初からこういう態度で臨むよっていうのがクリンスマンが最初から出してた条件で、それでもいいから韓国代表の監督になってくれってお願いしたことなのにな。韓国には一歩歩めば半分達成したも同じっていう格言があって、契約さえ結んでしまえば後でなんとでもなるっていう考えで問題起こすんだよな。契約にリモートは含まれてたが、就任当初からクリンスマンは強化試合で結果を全く残してなかった。それでもリモート指導をやめなかったからメディアや国民からかなり叩かれた。でアジア杯ヨルダン戦の敗退を選手のせいにし謝罪しなかったから解任された。韓国守備は崩壊してるし、攻撃は選手並べてるだけだし、ベンチから指示も全くしないし、そりゃクリンスマン評価低い。まあナイフンは完全に被害者だろうけど、この動画がいいと思ったら、チャンネル登録いいね、お願いいたします。コメントも大変励みになります。